今回は石の形から当てていい時と悪い時について解説していきたいと思いますこの形なんですけどどちらも白番で当てるかねどうするかということなんですよねまずこの形なんですけどここはもう無条件で当てていいですねはいつないでから考えたいと思いますね つな、はい、いでからここに継ぐな、ツぐのか、ここに繋ぐのか、ここに下がるのか、はい、まあ大体3通りぐらいを、まあ局面によってね、あの考えて、えーいえー、考えてね、いただければいいかなと思います。はい。そうですね、まあ、繋ぎますとね、ここ、伸びられてしまいますんで、やっぱりこういう形に、えー、させるのは、あんまり、 うん、いいよくないのでね、まあ、黒はいい形ですので、はい、ここは当ててからつなぐということでいいと思いますね、はい、これからまあつなぐんだったらここにつなぐと、はい、これでいいと思います、はい、続いてこの形なんですけどここは当ててしまうのはこの場合はよくありませんこう2と、えー、伸びられてどうせここツぐことになりますから、はい、なのでここは単に伸びるはい これでも、えー、黒はね、まあ、取りぐらいだとしたらこうやってこうやってはい、先ほどはア、えー、当,て,当て,てしまいますとこうやってこうやってここでねまあ、こう打ってくれれば一緒ですけどもっとね、手抜いて他に打つことも可能ですのではい、こうやりましてまあ、取ったら当てると。はい まあ、伸びたら、まあ、こちらに打つと。まあ、こちらっていうかね、まあ、どんどんオーバーに先行していいという感じですので、まあ、押されたらね、また伸びるか跳ねるか考えるんですけど、まあ、伸びて、こうやって、まあ、どっかね、こういうような、打つと。はい。ということで、まあ、この場合は、えっ、ー、と、どうせ当てても、えー、逃げられたときに、どうせここ継ぐことになりますので、そういう場合は、最後に、 することになりますので最,初最後に打つところを、まあ、初めに打つというような、えー、感じで、はい、こういうとこは伸びる形として、えー、覚えておくといいかなと思います。はい、じゃあこの、えー、講座はこれで終わりにしたいと思います。